今日のテーマは炊飯器についてです。皆さんは炊飯器を持っていますか炊飯器とはお米を炊く機械のことです。日本ではほとんどすべての人が炊飯器を持っていると思います。ですが、海外だと見ない でですよねそのの代わり海外ではオーブンがどの家にもあると思いますまあ海外といっても欧米のことなんですけれども欧米の国ではオーブンがあるのが普通だと思いますですが日本はオーブンを持っていない家もたくさんあります。私も オーブンを持っていませんで、まあ、その代わりというわけではありませんが炊飯器はほとんどの家が持っていますで今日なんで炊飯器の話をしたかというと「炊飯器は実はお米を炊くだけではありません」というのを伝えたかったです。 もちろんお米を炊くというものがメインの機能になりますですが私はお米を炊く以外のことも炊飯器でしていますそれは料理です煮込み料理をするときに私は炊飯器を使います炊飯器の中に 具材と調味料を入れてあとはスイッチを押すだけで本当に上手に料理ができますまあ、そういう機会ありますよねちょっと名前はわからないんですけれどもまあ、自動で料理が作れるものあると思いますまあ、そのようなものとして私は 炊飯器を使っていますこれは本当に便利ですね焦がす心配もないし火をこう見ておく必要もない私はもう炊飯器が大好きなので本当に炊飯器がなかったら料理ができないんじゃないか <laughs> というくらい炊飯器をいつも使っています皆さんは普段 何を使って料理をしますかそれでは、今日はこの辺で終わりにしようと思います。If you want to help us continue to create podcasts like this, Please consider making a small monthly contribution at sakuratips.com. You can get Japanese chair twice a month. Check the description box. じゃあ、またね